っかく皆で守り抜いた土地を手放すとは。策のためとはいえ、少し悔しい気分です。軍列よ、お主のその思いは正しい。だからこそ孫権らも我らがわざと高陵を手放したとは考えまい。この純育の策、あるいはこの先の布石になるやもな。うん、今何か物音が。殿、お下がりください。総督、三奪を狙う国賊め、これ以上の勝手は許さぬ。覚悟せよ。武士は領主の馬頭か。まさか巨匠で仕掛けてこようとは。申し訳ありません、父上。神にあだ。お前が真の三国無双なのか。行くぞ。彼の血はわしらの手で押さえる。わしらの手で押さえる。手が悪
ませんか。大事ない、お主らがいて幸いであったわ。礼を言うぞ。参ったね、お仕事失敗だ。ここは生き残りを優先させてもらうよ。我ら出ます。打ち果たせぬか。だとしても最後まで諦めんぞ。一人逃がしてしまいました。すぐに追いかけます。捨ておけ。馬頭がわしの暗殺をしくじったことはすぐ伝わる。まもなく領州の軍閥が攻めてこよう。馬頭の息子は武勇で名高い金馬長。すぐに軍勢を整え洛陽に向かうのだ。はっ、承知しました。もう馬長らが攻め込んできているか。王位よ、戦況はどうなっておる。馬長関水らは道館に布陣しています。正面からぶつかった我が軍は敗走。現在は洛陽と保半身の守りを固めています。馬長を勢いづかせてしまい申し訳ありません。いやいやいや、援軍が遅れちまったせいだ。すまね。いえ、援軍が来なかった事情も分かっています。その代わり花公園殿からは援助物資をいただいていました。ありがとうございます。何、いいってことよ。こっからは俺たちが馬長の相手をするから少し休んどけな。いえ、それはできません。ようやく洛陽の防衛から抜けて馬長の首を取りに行けるのですから。ああ、そう、お前がそう言うならいいけどよ。敵は連合軍、その勢いを削ぐためにもどうにか連携を崩したいところですが。正面にいる敵はかなり士気が高い。押し込むのは骨が折れるな。道館の北側はいかがであろう。黄河を渡ることができれば敵の背後をつけ申す。正面から当たるか、とかして背後をつくか、どちらにしても厳しい戦いになろう。だが職に劉備、後に孫権がいる今、皇庫の憂いは立っておかねばならぬ。馬長らの勢いは盛んだが、ここで必ず打ち果たすぞ。角殿に何か不安がある様子。戦局打開の一手になるかもしれません。
ってやがるのだ。もう簡単にさせてたまるかよ。詰め込みます。俺についてきてください。未来に勝ってやりましょう。敵の寄り所を消してやろう。速やかに進軍しろ。ここの辺の守りが足んないよ。こういうとこはしっかりしないとね。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。うまくいかなかったよ。ごめんね、バカ。
方で参りましょう。深く劣ったが、俺は絶対に諦めぬ。艦の中心たる父の思いを継ぎ、国にあだなす貴様を俺が必ず打ち果たしてみせる。敗れてなお息巻いているようですが、馬長の一族を含め領州の軍勢はほぼ全滅、再起はかなわぬかと。戦果としては十分。しかし、追うというなら止めはせんぞ、大いよ。深追いは毒だと知っています。馬長の瞳に映った絶望の色。今はそれで満足です。それに、あの男には一族を失った孤独と、叶わない夢にもがく苦しみを、存分に味わってもらわなければ。ならば、わしからは何も言うまい。巨匠を脅かしていた馬長らは敗した。
これより攻勢に転じるぞ。狙いは孫悟、目標はジスコウよ。赤壁の雪辱、今こそ果たすのだ。五軍の一部はすでに長江を渡ってジュスコウに進軍中。全軍で攻めかかれば孫悟の本拠建業を落とすことは可能でしょう。ですが建業に向かう敵増援の目撃情報、覇色を制した劉備の次なる動向、時をかけるのは得策ではありません。ふ、準有用。赤壁以降お主は以前に増して頼もしくなったようだな。速やかにジスコウを制し剣業を攻め落とす。敵はまた策を弄してくるかもしれん。皆十分に注意せよ。楽文献、真っ先に敵陣に飛び込み道を切り開いてみせます。おお、ピンときました。俺らなら必ず剣業まで攻め落とせますって。策の方は俺にお任せを。そう何度もやられるわけにもいきませんからね。領主の勢いをくじき皇庫の憂いは立った。赤壁の借り、今こそ孫権に返すのだろう。魏公の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬超らも倒し北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び天下への夕日の気を探っていた。だが孫悟が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める覇色の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀三国鼎立の世が訪れた。魏の置かれている状況は決して楽観視していいものではありません。西に益州の劉備、東に高騰の孫権、そして南に慶州の関羽。どこかを攻めればどこかに攻められるでしょう。うん、だが動かねば乱世は収められん。攻めれば攻められるならば攻めねばいい。猛毒、奴らはさておき、益州の北、漢中はどうだ。漢中ってと長路か。劉備たちに比べりゃどうってことねえ相手だな。お兄、なんで今ここで長路なんだ。漢中、なるほど、漢中か。いいですね、加工トン殿。漢中を制すれば益州の劉備への抑えにもなります。よし、迅速に漢中を取るために
戦力を集中させる。ですが殿、それじゃ結局東に背を向けちまいませんか。漢中を攻める間に合皮を突かれたりしませんかね。それも考えてある。学神、利天、息の合うお主らならば孫悟の軍を退けられよう。合皮の守備引き受けてくれるな。そう来ると思ってましたよ。合皮は俺たちにお任せを。利天殿の足を引っ張らぬよう奮戦します。うん、任せたぞ。そして長領、お主を合皮防衛の大将に任ずる。利天と学神をうまくまとめ孫悟を退けてくれ。承知しました。長文言、神明を賭して合皮を堅守しましょうぞ。ああ、そうきますか。これはちょっと予想外だったわ。三人にはすぐに合皮へ立ってもらう。残りの者は天水へ向かえ。速やかに長老を倒し漢中を掌握するのだ。やっと漢中に着いた。おいおい、なんだ息子、もうへばってんのか。こっからが本番だってのによ。やはり孫悟の大軍が合皮に侵攻したようです。長領らがやすやすと負けるとは思わぬが、大軍となれば楽観はできぬか。援軍を出した方がよかろうな。だがどこから援軍を出す。巨匠周辺の兵は動かせんぞ。満朝、慶州はどうだ。関羽が孫悟と連携する気配はあるか。いいえ、慶州に目立った動きはありません。劉備は覇色の統治に専念しているのでしょう。また劉備は孫権からの慶州返還の要請を断ったようです。まあ初めから返すつもりはなかったのでしょう。孫悟と組みつついいように利用するとは、劉備の軍師諸葛亮とはとんだ食わせ者ですね。うん、慶州が膠着しているのであればいくらか孫悟の方へ兵を避けるか。巨匠に伝令を出し合皮への援軍を編成させよ。我々はこのまま長老を討つ。合皮の動きは結果としてなおのこと、この漢中を抑えることが肝要であると示した。漢中は覇色の地から長安へと抜ける道、東西の戦線を安定させるためにもこの地はわしが掌握せねばなるまい。ですな。んじゃちゃっちゃと長老を倒しちまいましょう。よし、ちゃっちゃと漢中を取っちまうぞ。息子、親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子か。敵の要衝は内心って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。
団は艦中の要、貴様ら名乗り落とせるものか。目標を彼女に定め、一気に落として敵の船員をくじくのだ。あの要所が落ちてしまったのか。やはり魏軍に勝てる見込みなどないか。なんとか魏の将に接触できないか。そうすれば寝返りの三段も。王陛下が落とされた。嘘だろう。戦線を突破できましたな。いざ進軍を開始いたしましょう。よし、自分はこの道を使って艦中に進む。敵陣まで一気に駆け抜けよう。天刀山は譲らぬ。必ずや守り抜いてみせる。務めを果たせぬとは、長老殿、申し訳ございません。天刀山を抑えた。もう要所を取った意義は大きいぞ。今はこの喜びをかみしめ。軍団だけが孤立してしまったか。それがしは一人になろうと最後まで戦うのみ。いよいよ来たか。艦中を守るため戦わねば。父さんが陥落しただなんて、もう勝ち目はないんじゃん。真剣ですよ。
その調子で行けよ。最新の演技終わらせましょう。もはや抵抗はせぬ。どうか民には手出ししないでいただきたい。やったな父さん、これで艦中は俺たちのものだ。あや、ご苦労だったな息子よ。友人だったぞ。見事な旗。曹操殿、それがしへの寛大なる処遇、新人の謝意を表する。されどならばこそ問わせていただきたい。なぜ二度までも刃を向けたそれがしを救われる。戦は天下から絶やさねばならぬ。だが天下から人を絶やしてはならぬ。お主ほどの優勝失うはあまりに損失よ。明快な答えに感謝する。またそこまで評していただき後人の極み。宝徳よ、時代は今激動の時を迎えておる。わしはここを乗り越え乱世を収束させねばならぬ。そのためにお主の力を貸してくれぬか。承知した。今それがしはこの姓に新たな意義を得た。法令明、以後は曹操殿の先兵として働かん。うん、頼みにしているぞ。父よ、艦中は完全に掌握した。この先はいかがされる。将兵に余力がある今ならば連戦も可能かと。うん、だが兵站の維持は厳しかろう。現状長安からの移送に頼るしかないのだからな。恐れながら申し上げます。お主は芝忠達です。劉備は覇食の地を得てから日が浅く領内を掌握しきれていない状況です。このまま余勢を借り覇食益州へ攻め込むべきかと。お主の言には一理ある。今ならば劉備の首に手をかけることもできよう。だが慶州には関羽、合肥には孫権がいる今、これ以上踏み込めば必ずや後輩を疲れよう。これはわしらに限った話ではない。劉備と孫権もまた同じ思いをしておろう。この三者、三国の関係はそういう性質のものよ。ならばこそ決着を急がず三国の均衡を崩すことが先決と。失礼、千両申し述べたことご容赦ください。構わぬ、今後も存念は何なりと申せ。艦中には維持に必要なだけの兵を残し、残る軍は東の合肥の戦線へ向かう。士官、全軍に通達せよ。加工と加工園、お主らに頼みがある。どうしたんです殿、そんな風に改まって。今孫吾に圧力をかければ我らに対し劉備孫権が構えるという、この均衡を崩せるやもしれん。
だがそれにはお主らの協力が必要だ。要はお前の無茶に付き合えというのだろう。何を今さら。いつものことではないか。で、俺たちは何をすればいい。劉備を漢中へと誘い出し、その間に関羽を撃つ。なんだと。漢中は覇食にとって喉笛。わしが兵力を手薄にすれば、奴らは喜び勇んで奪いに来るであろう。同時に孫権と慶州攻略の密約を結ぶ。慶州の奪還は奴らの絶望するところ。関羽を共に討とうといえば断りはすまい。確かに奴らの同盟は危ういものとなっている。孫権をこちらにつけることはできるだろう。だが劉備どもにこれを蹴取られでもすれば、漢中と慶州を一気に失いかねんぞ。そこをバレないように漢中をきちっと守りつつ、ひょっとすると攻め取れそうに思わせる。なかなか大変な芝居ですな。慶州へ兵を回すため、漢中には精兵を残し兵の数は減らす。これだけでは策を感づかれるやもしれぬ。だがその精兵を率いる師匠が我が孤高であれば、まず疑われることはないだろう。そこで俺たちの出番というわけか。分かった。漢中のおとりは俺がやろう。いいってトンニー、そっちは俺の役目だ。慶州には関羽を打ちに行くんだぜ。その戦いにトンニーがいないってのは嘘だわな。ねえ殿なら、ここはこの加工妙才の出番ですな。うん、任せた。劉備は兵力を整え全力で攻めてこよう。かなり危険な役目になるが、頼むぞ加工へ。なんの、一番大変なのは殿でしょ。これから西へ東へ行ったり来たり。もう若くないんだから無理しないでくださいよ。ふん、言ってくれるな。関羽を討ち、三国の均衡に楔を打ち込む。頼んだぞ二人とも。ああ任せておけ。さて孫権との密談の場所を決めねばならぬか。今までの関係を変えようというのだ。あえて因縁ある術高あたりがよかろうな。